パノラマエクスプレスアルプス。パノラマエクスプレスアルプスは、日本国有鉄道、国鉄、東日本旅客鉄道、JR 東日本が1986年から2001年まで、保有していた展望車のある、ジョイフルトレインである。国鉄東京西鉄道管理局、西局のメイン路線である、中央本線とその先にある、大井戸線では、 雄大な山岳風景を楽しむことが可能であり、遮るもののない全面展望は大きなセールスポイントになるのと考えられた。そこで自然を車窓から楽しめるように、展望をテーマとした車両を大井工場、現東京総合車両センターと共同開発することとなり、1986年6月に設計開始し、同年10月に改造に着手。 翌1987年3月に運行を開始した。2001年に富士急行に売却され、特急用車両2000系富士山特急として使用。2016年2月7日まで運用された後、廃車となった。いずれの車両も165系からの改造で、非貫通戦闘車が黒165系、貫通系戦闘車が雲路165系、 中間車はモロ164型800番台である。新宿寄りの3両、1から3号車については方向転換を行い、6両編成の際には両側が展望車となるようにした。全車両がクリーン車となった。それまでのジョイフルトレインでは主に団体専用列車に使用することを前提していたが、本車両では個人利用者向けの臨時列車としての運用も多く、 設定することになった。このため、団体専用列車、個人利用者向けの臨時列車のいずれにも、使用可能な仕様とすることになった。また、本車両では、和風、欧風という限定されたジャンルではなく、あくまで車窓を楽しむための、展望電車というテーマを強調し、利用者の年代層に関かかわらず親しめる車両とする、ことを目標とし、車体の外装は、 雪をイメージさせる白、クリーム10号をベースカラーとし、サンシャインイエローとサミットオレンジ、いずれも国鉄製定色外の帯を車体越し部分に配した。これはアルプスの山々が朝日に照らされオレンジ色に映える光景、モルゲンロートをイメージしたものである。展望室直後の運転席側では順序を逆転させるとともに帯を斜め上方向に上げる子で躍動感を狙った。 これは東京西鉄道管理局の西をイメージしたものである。車掌台側では帯の上下を反転させている。共通の改造内容としては通路にはダウンライトを設置し、照明は間接照明とした。各車両には40インチの大型テレビモニターとレーザーカラオケ機器を設置した。走行機器は種車の六十五系のままであるが八十三 軽との連結が可能なように、低圧制御回路用、K70K 系系ジャンパ連結機の増設、ブレーキ増圧、車単ダンパーと車種切り替えスイッチ追設も施行された。黒165型については、改造内容が多岐にわたることから種車の車体を使用せず新たな車体を製作してのせ替でており、車体の断面形状が他の2形式と若干異なる。 この他にも、積雪地の運行に対応した大雪ブレーキや、新越本線の横川軽井沢間の通過対策、横系対策についても施行された。1998年には展望室サンルーフ閉鎖、補助電源の SIV 化、トイレの汚物処理システムのカセット式から、循環式への変更といった、紹介像が行われた。本車両において、最大の特徴は、 全面展望車両となったことである。それまでにも乗務員室広報からの展望を考慮した車両は存在したが、乗務員よりも前方に客席がある車両は国鉄では初めてである。展望室の窓は曲面の合わせ、ガラスを使用し、ピラーは前方風景を見るのに支障のないよう極力補足した。また、積雪地域への運用もあることから、大型ワイパーとデフロスタ。 曇り取り装置を備えた展望室の座席は前方向きに固定され後方からも視界が確保させるように背もたれを低くした国鉄では初の車両構造となったがこれは展望室後部に半室の乗務員室を設置しその高さを大きく引き上げる方法を採用した運転時間や設置機器の関係から完全な2階建て構造にはなっていない 助手席に相当する箇所は通路となっており、乗務員扉と車掌用機器については通常はカバーをかけている。また、展望室最前部には衝突事故の可能性を考慮し、油圧式のダンパーを2機設けている。ダンパー間には展望室の換気用送風機を設置した。冷房装置は屋根状のスペースの関係で AU71D 型集中式冷房装置に変更した。 展望車両以外は、種車の冷房装置をそのまま使用。車両先頭の中央には、テレビカメラを設置しており、運転席から視角となる部分の確認用だが、乗客用に前方風景を各車両に設置されたモニターに映し出すことが可能である。展望車両の展望室後方にはラウンジを設けた。これは、運転台の直後からは、全面展望を楽しむことができないことから、 側面窓からの風景を楽しむために設けられたもので、電車の窓としては、当時最大級の幅1.7メートル、高さ1.05メートルの大窓を2つ設け、ソファーを窓に向けた配置とした。また、ソファーと反対側の倉庫には、ミニテーブルとスタッキングチェアをしたが、この箇所はフリースペースとしても、使用可能である。客室中央に500ミリ幅の通路を確保し、座席部分は、 床の高さを170ミ、mm、リ高くした上で収納可能なカに、レッグレスト付け二人掛けリクライニングシートを1350ミ、mm、リのシートピッチで配置した。リクライニング傾斜角度は最大50度となっている。なお、座席は15度だけ窓側に向けることが可能で、通路側からも車窓を楽しめるように配慮している。側面窓は、 はめ殺しの固定窓に改造した上で高さを100ミリ拡大した。モロ164型のパンタグラフ下には6人用の個室を設置した。この個室は天井員室や気分転換などに使用する多目的室という位置づけである。室内はヒーターと扇風機が設置されているが、冷房はない。改造落成後は、三鷹電車区、現、三鷹車両センターに配置され、 1987年3月より営業運行を開始、団体専用列車を中心に運用された。1990年7月22日には、三鷹車掌区開設20周年記念号として、三鷹高崎間を武蔵野線経由で165系改造車用、菜の花を中間に挟んだ12両編成で運転された。また、1993年に、 山梨県の観光キャンペーン、新線山梨が行われた際には、期間中3ヶ月の土曜、休日に休校、新線山梨として、田町電車区、現、田町車両センター所属の167系、メルヘン車4両を中間に組み込んだ重量編成で、メルヘン車は普通車自由席、パノラマエクスプレスアルプス車は、グリーン車指定席で松本ま運転された。 その際、メルヘン社もパノラマエクスプレスアルプスと同様の塗装に変更。2000年には日本テレビ第20回全国高等学校クイズ選手権高校生クイズ2000にて特急ファイヤー号団体専用列車として運行された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。